どうもこんにちは。オフテッドメンズファッションチャンネルのムンです。今日はですね、大人の男性が街で都会的に着られるアウトドアアイテムを紹介したいと思います。オフテッドチャンネル、ということで今日はね、ちょっとね、アウトドアアイテムの紹介をしようかなと思っております。はい。と言いますのも、まあ、今の時代って結構ね、いろんな、まあ、ブランドさんもそうですし、特にまあ若い子を中心にアウトドアのね、アイテムって非常に人気だと思うんですよね。もともとこうアウトドアのダウンだったりとか、まあそういうちょっとボア系のフリースだったりとか、そういうアイテムがもう全然街でも着られてると思いますし、まあアウトドアというかはもうファッションの一部として着られてるんじゃないかなと思います。ただ、大人の男性がね、それをそのままこう取り入れたとしても、ちょっとね、アンバランスな時だったりとか、あとは結構 TPO を選んだりとか、まあ、あとは単純に年で、まあ、若い子ならいけるけど、まあ、ちょっと若すぎるかなとか、そういうのもあると思うんですよね。で、今ですね、まあ、特に僕らが入れてるような、こういったラグジュアリーなブランドからも、少しだけそういうアウトドアの要素が入ったアイテムっていうのが非常に、ね、多く展開されていて、大人男性でも合わせやすくなってます。そしてですね、今日紹介するアイテムなんですけど、5つあります。まず1つ目がシューズですね。そして、パンツ。そして、バッグ。で、トップス。まあ、アウターが2着。という感じです。こんな流れで、紹介しようかなと思います。で、まずですね、紹介する前にいくつかね、今日のアイテムでもそうですし、まあ都会的にアウトドア要素を取り入れるっていう場合において大事なね、ポイントが大きく3つあるかなと思います。で、1つはシックな色を使うっていうところです。で、2つ目は機能的なアイテム、機能的なものを入れるってことですね。そして、最後3つ目ですね。3つ目はディティールで取り入れる。この3つが重要かなと思います。まあ、それぞれね、アイテムを紹介しながら一緒にご紹介しようかなと思います。はい。ということで、早速ですね。まずは、靴です。シューズですね。はい。こちらですね、去年、めちゃくちゃ売れたアイテムなんですけど、ヘルノのスニーカーになってます。で、一応これは、まあ、何度かね、僕らの動画でも紹介してるんですけど、まず、機能。っていう部分がめちゃくちゃすごいです。この場合はスカルパ社のトレイルランニングシューズっていう、まあ要は山だったりとか、そういうオフロードを走るためのランニングシューズを手掛けてるメーカーさんのソールだったりとか、ディティールっていうのを入れてます。そしてヘルノなので、こちらですね。まあラミナに似てるんですけど、ゴアテックスを使用してます。なので、例えば急な雨水とか来たり、まあ泥水バシャって被っても全然ね、足元が染みないですし、まあ逆にサクッと水で流してしまえばね、それだけで綺麗になります。これ、まあ、すごく扱いやすいっていうところもね、非常に機能的かなと思います。その中で、もちろんトレイルランニングシューズなので、少しアウトドアのこのディティールも入ってます。で、色味っていうのは、これは一応チャコールグレーになるんですけど、シックですよね。すごくシックです。なので、こういった色味の方がやっぱり都会的ですし、まあ街にね、すごくね、合いやすい。で、なおかつ、普段の私服の中にもスタイルとして非常に合いやすいのかなと思います。こういったね、まあ一つ都会的なアイテムとして、こういうヘルノのスニーカー、こういったものがね、すごくいいんじゃないかなと思います。続いてはですね、パンツです。パンツはね、今日はこちらを持ってきました。こんな感じです。リプレイの、カーゴパンツです。はい。で、ここはまず一つ。一番はディティールですね。カーゴパンツっていうところです。もともとは軍パンなんですけど、まあ、アウトドアっていうね、まあ、全体の大きな枠で見たときに、軍パンなのでアウトドアかなと思います。で、まあ、例えばこういうポケットだったりとか、一個一個に、やっぱりカーゴのディティールっていうのが少しずつね、入っています。ただ、カーゴパンツって、やっぱりね、もともとのこう軍パンからすると、すごくね、ダボっとしたアイテムのものが多いかなと思うんですけど、これ、ご覧の通りね、裾めちゃくちゃ細いですよね。すんごい細いんです、これ。なので、これは、すごいね、シルエットがめちゃくちゃ綺麗です。なので、まあ、すごく今のね、スタイリングにも合いやすいと思いますし、やっぱりいきなりここだけね、ボンって、太いの入れちゃうと、ちょっとね、スタイル難しかったりとか、一気にやぼったくなったりとか、そもそものちょっと、テイストがね、変わったりしちゃうんですけど、そのあたりを損なわずに、少しだけこういう、カーゴのディティールを入れてあげる。っていうところですね。でさらに、アウトドアに必要な部分というところで、これね、めっちゃストレッチ効いてるんですよ。なので、まあ、座ったりもそうですし、
実際にこれで例えば山に行きましたってなった時にすごく歩くと思うんですけど、そういう場合でも全然難なく履きこなせる。細いんですけどストレッチがめちゃくちゃ効いてるんで、そういうところも OK っていうところで、まあ、ディティール、それからこの機能ですね、めちゃくちゃ伸びるってところで、色はシックなカーキ、まあ、このくらいの色味に抑えた方が山も当然そうですし、これもね街でも使いやすいんじゃないかなと思います。それでは3つ目です。3つ目はこちらですね、リュックです。はい、小物ですね、うん。でまあ、リュックっていうアイテム自体がまずやっぱりちょっとこうアウトドアな要素だったりとか、そういう部分ではちょっとスポーティーな雰囲気がやっぱり強いので、まあハマってくるかなとは思います。でただここでさ、リュックっていうのを、まあ、シンプルにアウトドアブランドだったりとかスポーツブランドのものを取り入れると、もちろんね、まあ、山ではねかっこいいと思うんですけど、次はちょっと街にねハマりづらかったりすると思うんですよね。でそういった時に、まあ、こういうアイテムがあるとねすごくいいんじゃないかなと思います。一応こちらですね、うちがね今期から取り扱い始めたプレミアータのリュックなんです。はい、でこれちょっとねこちらも解説していくと、まず一つはリュックのディティールっていうのはすごいアウトドアなんですよね。はい、ただここのね例えばナイロンだったりとか、これ一応リモンタ社のものを使ってます。なのですごい深いツヤがありますよね。全体的に高級感がめちゃくちゃあると思います。でその中で例えばこういうジップだったりとか一個一個の部品っていうのがシックな色味を使いつつも全て刺繍になってます。なので防水性、撥水性っていうのも非常に高いです。そして裏側もですねすごい丁寧に作られてるんですけど、ここねすごいクッション材になってます。でこれただ背中がまあ楽っていうだけではなくって、ここをね開けると分かりやすいんですけど、実はこの中に一つね部屋があるんですよ。でここに例えば PC を入れたりそういったこともできます。ただ入れた時にもここがクッション材になっているので PC を自然に守ってくれるっていう風で、まあ、例えば PC のケースなんかも入れずにそのままサクッと入れたり、そういう風な使い方もできます。なのでこれはアウトドアな要素満載なんですけど、使い方としてはあくまでちょっと都会的な雰囲気で使うことを前提に作られたバッグっていうところで、まあ、アウトドアと都会的でシックで大人の雰囲気っていうのにはもうバッシリハマるリュックじゃないかなと思います。色味もねブラックも今回ね仕入れてるんですけど、まあこのチャコールっぽいようなカーキっぽいような色味、これもねシックでねかっこいいですよね。まあ、こういったアイテムが都会でもスマートに使えて、いざという時にまあ山やねそういったアウトドアなスタイルでもハマるんじゃないかなと思います。それではねトップスです。トップスは2着あるんですけど、2着ともタトラスのものをセレクトしてます。で今期のタトラスはですね、やっぱりねまさしく僕が言ったさっきのちょっとラグジュアリーのブランドがアウトドアの要素っていう部分でバッチリハマってるアイテムが非常に多いです。なのでアウトドア要素を取り入れたアイテムっていうのが今年はねすごくね多いなっていう印象ですね。はい、まずこちらはボアのジャケットになってます。もうこれなんかはボアジャケットっていうところだけでもアウトドア要素がね満載かなと思います。ちょっと大きいですけど、これ一応今サイズ03です。まあこういうアイテムだとねちょっとこのぐらい緩く着ても全然かっこいいかなと思います。はい、やっぱりね山、夜もそうですし、単純に山自体がすごく寒いじゃないですか。そういう時にサクッとこういうのが羽織れて、なおかつこういうね色味とかがシックだとやっぱりねちょっと違うな、どこの着てるのかなってなりやすいかなと思います。一応こちらですね、この辺はボアになってるんですけど、裏地はなくってボアに対してメッシュを当ててるだけです。なのであったかいんですけど蒸れることもないですし、何よりもその辺のアウトドアブランドと全然違う場所としてはめっちゃ軽いんですよね。はい、これすっごい軽いんですよ。なので持ち運びも楽だと思いますし、何より着ていてストレスがないっていうところで、まあ、すごくよく考えられてるんですけど、これもやっぱりディティールでちょっとずつアウトドアの様子が入っているので、全体的に少しねそういった雰囲気が出るのかなと思います。こういうアイテムがあるとねすごくスマートでね着こなしやすいかなと思います。そしてもう一つ、次は、ダウンです。こちらですね、はい、これもねタトラスのダウンジャケットになっております。すごくシックなんですけど、まあ、動画ではなかなか分かりづらいかもしれないんですけど、ちょっとずつ素材の使い方を変えてます。この辺りの生地感からちょっとねナイロンベースのガーメント台になったりなんかして、でその中で袖元なんかもねこうやって変えてあったりします。でダウンのステッチっていうのはなくてシンプルになってます。
ただ開けるとね分かりやすいんですけど、中はこんな感じでキルティングになっているのでしっかりダウンで暖かいです、はい。例えばこのフードだったりとか、あとはねこういう部分のちょっとずつのこのガーメント台の生地感、こういうちょっとハードな雰囲気がありつつも全体的にねこれもブラック系で統一されていてすごくシックですよね。で一個一個の素材使いっていうところで、例えばこの辺のね部品なんかもシルバーになってなんかして、こういう細かいところがちょっとずつね都会洗練っていうイメージにつながってきて、ちょっとラグジュアリーなアイテムにねやっぱり昇華していくのかなと思います。こんな感じですね、はい。一応僕今02を着てるんですけど、サイズ感ねちょっとまあ横は緩いかもしれないですけど、丈感だったりとかすごくねかっこいいですよね、スマートだと思います。で、まあ、パッと見はこれもちょっとこう重厚感あるように見えるかもしれないんですけど、着ると意外とめっちゃ軽いです。なのでこれもすごく着やすいですね。ただこう触った感じとかで、まあ普通のダウンにはないようなやっぱりタフな生地感、そういう生地マテリアルを使ってますけども、シルエットもそうですし、この色味だったりとか素材使い、部品の使い方なんかも全部ね普通のアウトドアブランドではないような使い方をやっぱりしてるので、都会でもね全然ハマりますよね。正直今のこの僕のスタイルでも全然街で通用するぐらいかっこいいスタイリングじゃないかなと思います。こういったアイテムが一着あると、これもハードなのでね、もちろんマシでも使えて、いざという時に山でも使いやすい、で全体的に少しだけアウトドアの要素が入ってるっていう風で、まあ今のねそういったトレンドにも合わせやすいし、普段のスタイリングでも使いやすいのかなと思います。ということでいかがでしたでしょうか。まあ今日はですね、こういった感じでラグジュアリーブランドなんだけども少しねアウトドア要素を取り入れたアイテムっていうのを紹介しました。まあこういったアイテムがあると今のねちょっとそういうスポーティーだったりとかアウトドア要素の強いスタイリングにもハマりやすくて、なおかつねその後も取り入れやすいんじゃないかなと思います。なのでがっつりアウトドア系のアイテムでもいいと思うんですけど、少しだけねこういうちょっと大人っぽさだったりとかシルエットが綺麗だったりとか、少しひねりのあるこだわりのあるアイテムを入れてあげると、すごくね一気にラグジュアリーな雰囲気、洗練された雰囲気っていうのも出しやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひですねこういったアイテムも1点あるとより着こなしの幅が広がるかなと思います。ということでこの動画は毎日8時に更新してますので、よかったですねチャンネル登録、それから高評価の方よろしくお願いします。あとですね、こんな感じで SNS もいろいろやってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。お願いします。ということでムンでした。バイバイ。Thank you.